アーロン、ジャッジ54四死球、大谷翔平28四死球。これどうしてこうなった？大谷さん、野手専念したら勝てるんじゃなかったんか？あの、大谷はリハビリ中の投手なんですが、それはどうにかしてここから大谷の上ってことにできんか？どうすればええんや。大谷は怖くないもん。穴が大きすぎるし、打球速度だけ。でも大谷には打球速度があるから。60打つやつは違うな。エンゼルス時代は不調時でも相手が勝手に申告敬遠とかで逃げるから成績保ててたんよな。そりゃ打線だね。大谷歩かせてもスミス、フリーマンが後ろにおるし。今日の見りゃわかるやろ。打たんとん勝負でええんやから。後ろの打者の問題やろ。むしろベッツが歩かされとるし。もう1週間経つのに6月たに全然さんやん。スポンサーの数で分かってる。 UK にあるミュート、あとおはレベルが高いんですよね。今月も MVP 取りそうな勢いやね。アーロン・ジャッジ、左投手からだと打てる気配感じんよな。まあ右でも抑えられてたけど。